こんにちは、どうも、スケイです。今回、WW2 のチームでスマッチやっていきます。マッパ、ローナンドックス。開始早速くしゃみ出る。セーフかな。というわけで、昔は使っていたけれども、今、息してないと言われている、こちら、100式 使っていきたいと思います。これ使っていうやつほとんど見なくなったけど、息してるんですかね。ちょっと使っていきましょう。まあ、PPSH ばっか使ってる人が多いからね。弱くねえか。今の解けないんか。ちょっとやっぱ PPSH 負けるな。まあずっと使ってる人だったら客式も使いやすいっすよっていうかもしんないけど、おっと、使いやすいのでは。もう言ってることが2点3点変わるってクソ実況者。クイックついてないからさすがに待たれてんな。さすがにバカではなかったようですね。でも左側でヘイト貯めてるから多分左結構見てると思うんだ俺。センターちょっとフラグを飛べ。よし、 OK。 いやー、ちょっと微妙だな。 PPSH だったらそれ解けてるっていうのが解けないから、ちょっと気持ち遅いですね。マジで今の解けんの早すぎだろ。ヘッドだったからさ、しゃあないけど。 OK。いや、それキモい、それマジでキモい。詰めてきてんだこいつ。いまだいる、キモ。陰脚性。この待ち方絶対強くない。右から来たら絶対やられるもんな。しかも来てるっていう。来いよ、来るんだって来いよ。弱え、これ弱くねえか。しかもセンター陣取られてるしさ。あ、センターだよな。結構詰めてるとこいるからリスポン変わりそうだな。あれ死なねえんだもんな。ナイス。リスポン安泰やぞ。カバーが欲しいんだけど。まあ俺のエイムが悪いっていうのも一番の理由あるけど、あいつ放置じゃねえか。サプレッサーつけよう。センターだな。弱い、絶対弱い。今ので分かった、マジで弱い。立ち回りどうこうじゃないもんな。うわ、もあ、ラッキー。これサプレッサーつけたらマジ弱いわ。カバー、ナイスカバーっていうか俺サルやるやん。裏もあるか。バレてるんかい。でしかも負けてるんだよ、分かってんの。ランクプレイしかやってないんですけど、最近自分ランクプレイで100式使ってるやつまず見ないね。絶対いるんだけど、味方列に並べる率高いけど負けてんだよな。普通に押されてるし。やば、陰キャはすぐ固まるからな。やば、マジで陰キャしかいねえ。
返す。マジで陰キャくせえ。いやマジで陰キャしかいねえな。引きこもり陰キャ。おつ、なんで裏いるんだよ。あ、もう一人抜けましたね。根性の足をつ。よいしょ。当たった、死ねよ。もうこうやって待ったやつしかいないもんな。無理だろ。で味方のもう前線がもうゴリゴリに低いからもう勝てないですね。今のは出てきた敵がバカだけど。上見えるからな。ナイス。ああいうカバーはナイスすぎる。いや俺これ、そっち怖いぞマジで。いやーマジ今負ける。センター陣取られてても無理なんだよな。でそれで意味もなく突っ込んでデスしてるやつがいるから もっと勝てないんだよな。もうあれ負けるもんな。ちょっと見てみよう。負ける意味わからんもんな。まあ、百式がカスってことですね。使う価値ねえわ。PPSH だったらまあ負けないだろうな今の。ラグ。なんか今いなかった。なんでそっちいるんすかね。はい全員マイナス。この人以外マイナス。まあこれで分かったと思います。百式はゴミです。使う価値のありません。